新里県は、大阪府堺市出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。保守になったのは、高校2年の時。法政大学では2年上の浅井亮の卒業で、正保守を継ぎ、4年時に首相を務めるなど、人望が厚いことで知られている。大引刑事は、高校、大学の3年後輩。2003年のドラフト会議で、大阪近鉄バファーローズから5巡目指名を受け入団。 2004年オフ、オリックスブルーウェーブとの合併に伴う、選手分配ドラフトで東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍。2006年途中、河合隆との交換トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスから千葉ロッテマリーンズに移籍。打撃の才能を、ボビー・バレンタイン監督に見込まれ、出番を増やすために2008年に二塁手に挑戦すると、二軍で見事二塁手のレギュラーを獲得することに、 成功した。前年まで不調だった打撃も好調で、最終的に憎んで打率30。303本塁打、38打点の好成績を残し、1軍でも5月16日にプロ初安打を放った。2009年は2軍キャンプスタートも、オープン戦ではホームランを放ち存在感を示した。4月19日に1軍に登録されると、初スタメンを経験する。 4月25日の西武戦では西一二塁で代打で、出場すると、ホ足和幸からプロ初打点となる二点的時三塁打を放ち、プロ初のお立ち台にも上がったが、結局この試合が現役最後の一軍戦出場となった。10月8日に現役を引退を発表。引退後はスカウトとして、ロッテ球団に止まったが、2011年度限りで退団した。現在は、 ソニー生命保険に勤務している。千葉ロッテでチームメイトだった青松隆史碇が対談した時に声をかけ、青少も同じ会社に勤務している。おい寄付をしろ。寄付だ。選手の各国通算成績ベースボール、レファレンス、ザ・ベースボールキューブ。ありがとうございます。